日本放送アナウンサーの吉田ひさのりです。ノッティビーで毎週火曜夜7時から生放送している吉田ひさのりがアニメで企んでる。次回はこの作品、ルパン三世 VS 名探偵コナンザ・ムービー。2009年にテレビ放映されたルパン対コナン、今回は劇場アニメになって登場します。ゲストはルパンとコナンの両プロデューサーのこのお二人。でなぜこの2つの作品がクロスオーバーすることになったのか、真実はいつも一つ。吉田ひさのりがアニメで企んでる。次回は12月17日火曜夜7時から生放送。